いつかんのアプデがあったぜ。今回のアプデの内容は上みたいな感じ。簡単ながら変わった点を共有するぜ。まず、ファインプレイ追加に伴ってガイアファインプレイが追加された。お値段がなんとアンダ製造機よりも高いということで、よほど高い効果が期待される。口述する、試合の流れにも関係するかもしれない。その試合の流れというのがこのバーに表示される。これが本アプデの主な追加要素だ。流れが傾くとこのように緑色のランプが点灯する。しかし、三振で凡退すると、点灯してた数が減り、逆に相手に緑色のランプが点灯する。いつかんヘルプからの引用だが、それによればチャンスを逃さないことが重要となる。したがって、勝負力の価値が相対的に上がると考えられる。他には、長打の時に打球音が追加されたり、バウンドがわかりやすくなっている。地味に嬉しいのは能力を見た時に守備と肩が見れるようになった点だな。流れについてはまだ詳細がわからないので、検証などを通して詳細を調べるかもしれない。それでは本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。